こんにちは。今日は恵比寿に来ました。おいしいね。さあ中に入りました。今日は僕一人でなくて、韓国から酒マスターとして活動しているヨテオさんがいらっしゃってくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヨテオと申します。酒の説明は僕より専門家なんで、よろしくお願いします。じゃあ初めて飲んでもらいたいお酒ですね。秋田の名酒雪の美人なんですけれども、雪の美人の中で濁り酒のスパークリング酒ですね。酒粕と日本酒分離される、そういう作業を醸造っていうんですよね。その醸造してからろ過にするんですけれども、ろ過してない状態ではこんなに薄い濁り酒になるんですよね。濁り酒だけではなくて炭酸感も強いんですね。シャンパンみたいな感じで日本酒どうぞ召し上がってください。乾杯。これ美味しいですよ。すごくなんかみかんのようなちょっと酸っぱさ、果物の香りもすごいし、このスパークリングで炭酸って炭酸を入れるものじゃなくて、発酵させるとき出てるその炭酸をそのままで瓶詰めしたものなんですね。こういう炭酸がみあるお酒は食前酒として飲めばいいと思うんですね。前菜酒、うん、そうそう。あと来ましたつまみ、サーモンのカルパッチョですね。あとイブリガコのクリームチーズ入りかな。これも基本的なつまみですよね。ここは秋田日本酒の専門店なんで、イブリガコは欠かせないものだと思うんですね。うん、これ食べてみます。いただきます。このカルパチョって酸味がすごいから、この酒とめちゃくちゃ合うと思います。美味しい。あとこれはイブリガコですよね、のクリームチーズ入り。ここもあにゃいが이불갖고라고 훈연한 단무지 안에 크림치즈를 넣었는데 아키타현의 명물 중에 명물이에요. 한국 대화 나이데스. 나이데스けども 한국 친이 고래를 좀 아지미 사세다라 진짜 크리스는 됐어요. 모이군데. 근데 우리가 오모시는 건 크림치즈도 매차부터 하고 있어요. 아, 이맞네. 고래. 넘버6가 기마시다. やっぱり秋田県のお酒っていうとアラマサなんですね。アラマサの中でこのナンバー6なんですけども、このナンバー6の種類もすごいものすごく多いんで、 S タイプ、 R タイプ、 L タイプ、 X タイプ、 MS タイプ、 F タイプなどいろんなタイプがあるんですね。今日私たちが飲んでるのは R タイプなんですね。2022年のランキングの中で第2位がこのナンバー6にございます。いただきます。香りはあれですね、白ワインようなブドウの香りがすごいですね。これ最初は甘くて、あとはちょっと辛口系の辛さも少し残ってるんですね。残ってる、うん、飲みやすくて余韻がすごい短いですよ。余韻がすごい短いんで、火を通してないお料理と合わさった方がいいと思うんですね。お酒だけでも美味しいだと思うんですよ、つまみいらずに。やっぱりこれはホワイトワインのような感じで飲んでほしい、そういうお酒だと思うんですね。한국분들한테적극추천되는게이제자유여행이풀려서아일본가면나어디서사케를마셔야되지라고생각하시면야마노테센에비스역에서걸어서불과한5분7분도안걸리는3분정도밖에안걸리는곳입니다그러니까여기꼭오시면아키타현사케만팔지만진짜훌륭한술들이너무많아요그리고또하나이게지금다시마키라고일본식결혼말레가나왔는데이게일본감성이야메뉴가그러니까일본오셔서일본감성이랑일본주를드리고싶으면이가게에강추합니다계란말이먹는방법은단면이중요한데다시마키는옥시다에올려서한국사람입장에서는다시마키에대한부분이뭔지모르잖아요다시마키다시가육수란뜻이고요그다음에마키가말다란뜻입니다계란에다가가츠오다시를첨가시켜서계란말이를했다그런요리가이다시마키입니다다시1번다시에서2번다시에서3번다시에서다시마키할때가게마다틀려요 가게마다틀려요스시야에서하는거는당연히이치방다시쓰고요이자카야나이제그런데서는이제2방이나3방혹은가츠오시등급별로이제또나눠지죠계란다시이게뭐예요
이치방 다시는 첫 번째 우려낸 거. 그러니까 한약으로 따지면 초탕, 중탕, 재탕. 3방 다시까지는 거의 안 가고 1지방, 2방 위주로 많이 갑니다. 역시 다시마끼는 이렇게 호호 불어서 먹는 그 감성이 있어요. 군고구마 먹듯이 그런 느낌이 있거든요. 또 하나 틀린 게 뭐냐면은 한국 계란말이는 다시를 안 넣고 계란만 찌기 때문에 약간 딱딱한 맛이 있는데 그렇죠. 일본 다시마끼 같은 경우에는 야와라카이, 부드럽다. 입에서 녹아. 오이씨. 오사케 스스미마스네. 버섯튀김이야? 마이타케노 덴뿌라데스. 오시오데모 오이시이시 폰츠데 치케테 타베테모 오이시데스네. 그래 아게모노 안하데모 오이시요. 다음은 아게모노 키라이나이토와 이나이토모. 카오리 스고이스네. 그래 히노코노 카오리 때 야빠리 고노 키세츠노 칸지루 요나 오일다도 모우데스네. 고유 요리가 나카나카 한국에는 나이 나이스네. 맛있네. 두부 사쿠사쿠스. 역시 아게타테 오이시데스네. 자, 지금 오사케 기마시다. 타카시즈미 데이유 오사케 난데스네. 주와 진코 코보 이레운 데스네. 데모 고레와 쿠키 나카니 아루 코보 오 이요시테 카무시다 오사케 데 스고이 노코모 아루시 산미모 아루시 무카시 케 노 니온슈 노 케 데스네. 자, 간파이 이타케마스. 이토리데쇼. 그래 진젠 오이시. 고치노 오이시. 고치노 스키카모시나. 네, 고레가 식중 슈토시테 이토모데스네. 소, 고레가 요리토 아우토 오모이마스요. 마이노 오사케와 오이시인데스케도모 사이쇼노 임팩토와 아운데스케도모 치즈케테 논자오토 아키자우 카노세모 아운데스네. 데모 고레와 치즈케테 논데모 젠젠 아카나이. 今のこのクラスってこういうように手 の, 温度でちょっと温度を上げながら飲んでも美味しいお酒だと思うんですね。あ、時代が변하는건데時代によってちょっとサービスするのも違ってくるんですね。令和の以前と今の流行している日本酒って香りが高くて酸味があるものが流行してるんですね。それに合わせてグラスも変化するんですね。余談として今酒蔵がどん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 減ってるんですね。なぜかというと日本の国民が飲んでない状況になってるんですよ、若者たちとか。ですからこういう香り系とかワイングラスで飲まれているそういうお酒のように時代に変わったのは日本の国民がみんな飲んでほしいそういう気持ちでそういうふうに作るんですね。でもいい環境じゃないんで海外の半分国内半分そういうふうに分けて売られてないと蔵自体がなくなっている状況になってるんですよ。そういう厳しさもあるんですね。焼き鳥나왔다。いやー、つくねかじ。진짜잘구웠다。색깔이、わー。この色見てください、これ色。すごいですよ。やっぱ黄金色っていう色なんですよね。比内地鶏を使ってる鶏ですよ。だからこんな焼き色が出てくるんですよね。このお酒に合うぴったりな焼き鳥ですよね。これはもも肉ですよね。もも肉のネギマ。間と間にネギが入っているからネギマっていうんですね。うまい。うまい。これ美味しい。炭火の香りがすごいですよ。肉が脂乗っててすごい美味しいですよね。実はイスラゴってのもサロンに次のお酒来ましたね。このお酒とぴったりなつまみ。お湯で説明しますね。きりたんぽ鍋っていうものなんですね。きりたんぽっていうのは秋田県内ではすごい寒くて真冬になると隣の家も行けないようなそのぐらいに積もってるんですね。長い冬の間に何も食べなければならない状況で残したご飯を棒にこういうふうに巻いて干してから炭火で焼いて焼いたものを鍋の中に入れて一緒に食べる。そういう伝統的なお料理なんです。それは秋田県内に行くと必ず食べなければいけないお料理の中でも一つのお料理だと思うんですね。
秋田のお酒ときりたんぽ鍋は欠かせないものだと思うんですね、うん、このお酒はきりたんぽにぴったりなお酒です、うん、じゃあこれはちょっと自分もおすすめしたいお酒の中で一つなんですけれども、雪の放射の微臭の石けちらの生鮭です。火入れ全然してないお酒なんで炭酸感も少しあるで微生物がまだ生きている状態なんですね。ですから鍋物と生鮭は合わないなと思うんですけれども、これはちょっと旨味がすごいあるんでそれと合わせて鍋物と飲んでもいいと思う、そういうお酒だと思うんですね。飲んでみてから食べてみます。うん、わこの酒めっちゃ甘い、うん、これ鶏ですよね、うん、これ千鳥これも作り方は全然違うんですよ。秋田県内の中でもお塩味でやってるところもあるし、今うちは食べてるのは醤油味で鍋つけてるんですね。ご飯でこういう風に作ったのはこれがきりたんぽですね。うん、うん、まじね、初めて食べてます、生まれてから、うん、美味しい。これそう、パバレー、粒が살아있는느낌半分だけ生きてます、うん、周りはおこげみたいな香ばしさもあるし、うん、中はもちのようなそうもちもちするんですね。うん、明日、うん、面白い、美味しいですね、お兄さん、うん、俺酔ってる、酔ってない、酔ってない酔ってない、酔ってない。きりたんぽさえあればいろんなお料理の応用ができると思うんですよ。これをカレーの中に入れて食べても美味しいかもしれないですね。うん、うん、ですよね、絶対美味しい。うん、韓国のキムチチゲとかもそうめちゃくちゃ合うと思う。うん、いろんな鍋にも合うと思うんですね、うん、これじゃあこれ来ました、最後の花村。これは僕も飲んだことある、思ったのはまあただ美味しいんだなっていうしか言えない、うん、それにぴったりなつまみですよね、これ、うん、親子丼ですね、これ卵の色を見てください。皆さん、この花村って本当に手に入れないそういう高級な酒の銘柄の中で一つなんですね。1400軒の酒蔵の中で圧倒的な1位っていうと14代っていうお酒なんですね、うん、この14代の高木社長がプロデューシングしたそういう銘柄でございます。味だけ見ると14代と間違えているそういう気持ちがするんですね。もちろんそういう先入観もあるんですけれども、韓国では全然入れないそういうお酒でございますし、日本でも全然入荷困難そういうお酒でございますね。乾杯。乾杯。これはまあ香り系なんでやっぱり香りよ。ああ、いいですね。わあ、一番美味しい、うん、やっぱりね、美味しいね。いくら説明してもやっぱり経験した方がいい、うん、ですよね。自分で経験しないと100回聞いてもわからないよ。これはバランスもすごいし、うん、後味も切れもすごいスッと切れちゃうんですね。身を切ったらやっぱりこの親子丼、みんな親子丼って知ってるかな、みんな知らないね。親、鶏、うん、卵、うん、ね、一緒に作ってるから親子丼。そう、韓国でも親子丼結構売られてるんですけど、なんで親子丼って知らない方もいらっしゃる。そうですよね、うん、この美味しさ、卵の味がすごい、もうびっくりしたもん。やっぱ美味しいですよね、最後の締めは。いくら飲んで食べても最後の締めは入るっていう、なんかわからないけど食べられますね。美味しい、美味しいね、美味しいね。この花村、お酒屋さんで麺に見えたら絶対頼んでみてください。僕のおすすめ第一ですよね。あとはナンバーシックス。わ、親子丼ちっちゃい。僕も親子丼って言うのちっちゃい方向あったよ。そこはねな、아니진짜 특유의향이있는데이게무슨향이라고해야되나이게감장도맛있고달걀도맛있고달걀이나진짜압도적으로맛있는것같아달걀이 、네、쌀도맛있고 、네、쌀이쌀도이제아키타쌀자そういうことで今日恵比寿にある秋田純米酒どころっていうお店に来ました。秋田県の日本酒の体験と秋田鶏を使ったお料理を食べてみました。やっぱり
美味しいです、うん、それが答えかなって思います、うん、オスカイのことをちょっと気になった方は、うん、あのヨップの台所もいいと思うんですけども、自分はあのワイン TV っていうあの YouTuber をやってるんで、ぜひ自分 の YouTuber にも入っていただければいいと思うんで、よろしくお願いします。あと韓国에계신분들은스위스한번가보세요스위스가갖고오마카세스시한번드셔보시면은거기옆에또사케바가있어요거기이제태우형이이제일본사케에대해서설명도해주고하니까일본까지못오시는분들은일단거기가시고일본에오실수있는분들은이제일본에오셔갖고여기도이제경험하면좋을것같고그리고제가여태까지세군데네군데나갔을거예요아마가게들이거기도한번가보시면좋은경험될것같아요자옆으로다있도록みんな応援してください応援お願いしますお願いします押してくださいみんな押してください